たちから買った、魚介が届いたので、早速開けてみたいと思います。オープンザツモラー、じゃーん。まずこれは生のホタテですね。これまたこれ後で仕込んでみたいと思います。次にじゃん、これはシャコでっか、シャコでか、またもうすでに入れてくれてますね。シャコでかい、オスって書いてるね。で、こっちがメス。メス、オスとメスとどう違うのかな。メス。メス。メスと、オスと。なんか、ここ、色が違いますね。嘘、噛まれてはない。うん、なんかヒレの色が違いますね。こっちがオス、こっちがメスかな。うん、個体差もあるのかな、わからなくなってしまった。まあいいや、こっちがオス、こっちがメス。で、次にですね、よ、じゃーん、ツモト式究極の新規、これはニシンと書いてあります。ニシン、ニシンが2匹、ニニンガシじゃなくてニシンガニ、ニシンガニです。で、ここにあるのはじゃん、サクラマス 3.1kg の半身と、今回ね、僕がちょっと漁さばかんのでさばいてもらってました。この状態でも、この状態でも、あの、まださらにプールで熟成させることができるので、後でペーパー巻き直します。どうかな。こっちはアラームちゃんと送ってくれてます。生のサクラマスです。うまそう。アラームちゃんと綺麗にして保存しておきます。この後ペーパー巻きします。はい、ではこの後ペーパーを新しく巻き直していきたいと思います。で、まず必要なのがこういうリードみたいなクッキングペーパーで、ね、キッチンペーパーとかでもされてからいますね、普通に売ってるやつと。で、これグリーンパーチ、こういうやつ、まあ、僕あの釣り場に持ってくんで10枚とか5枚とかセットにして畳んで入れてるやつ、全然新聞紙とかで大丈夫だそうです。ただグリーンパーチ使うとあの穴が開きにくいってよく言いますので、尖ったやつとかね、ヒレで傷ついたりした時とか破れにくいってやってます。で、ビニール袋何でもいいんですけれども、僕はちょっと、まあ、つもと式 .com から直接買ったやつがあるので、これでやってください。ちょっとこれね、青模様の長いやつなんですけども、まあ小物中型だったら2匹とか重さも入れますね。で、特徴なのはちょっとね分厚いんですよ。
この何見えたかな、 0.4 とか 0.04 か、ちょっと分厚いんで破れにくくなってます。あとでこれで弱シンクするのでこれ使えます。あとじゃん、これ普通のホース、内径 15mm の普通のホースなんですけども、これあの耐圧ホースなんですけどね、ここがあの滑りやすくなってるんで、ここがちょっとあの触った時にあのネチャっとしてる、ネチャっていうかつるっとしたやつはあの後で真空する時にこうこうですね、ここで入れて空気をこう吸い込んで抜く時にこうこれをこう滑りやすくなってるんですね。ここがここがツルツルタイプだと引き抜けなくなってしまうんで、前イベントに行った時津本さんにこれじゃないとあかんというふうに指摘されたことがあります。本当にこれあの使いやすいです。まあ掃除機とかね、シンクパック直接機械でやってもいいんですけれども、まあ、こういう今回、ペーパーの巻き直しだけなんでこういうふうにやりたいと思います。では早速ペーパーの巻き直しをしようと思います。テレン、サクラマスの網ね、あの洲本式にやってるとやっぱりここに日付と名前と、まあ、大きさとか結構やっぱり変えとかないと何が何か分からなくなるのね。よいしょ。これやばいな、これこれ、あ、断面、これを生の桜松ですからね、この実がどうなってるのか、うわもう開封するのがドキドキします。テリン、オープンザツモラー、じゃーん。まずは表面、あ、綺麗だな、直接触った実が痛むんで、うわ綺麗すぎー、ブーン、油、油がやばい。でここの血がやっぱ抜けてますよね、完璧な仕立て、ほら血が抜けてる、すごいな。これまだ半身っすからね。でまあ、かなりもう綺麗なんでそのまま巻き直すっていうのもいいんですけど、まあちょっと軽く、もうすぐにねちゃんと綺麗に取れてますね。これ使ってらっしゃるのもリードですね、ほぼ一緒なので、そのままペーパーを巻き直しましょう。これまだ伸びますからね、そのまま伸ばしていく的な感じで綺麗に、じゃん、どんくさいのがたまに傷、よいしょ、ないか、適当に巻きます。まあ、ちょっと贅沢に使います、素人なんで、使わせるわけじゃないので、うん、贅沢に使っています。でこの状態でモスさんから買ったビニール袋、で先ほど用意したじゃんホース、
この状態で空気を抜いています。一発で吸えないですね。めっちゃシンクパッドにしてもいいんですけどね、掃除機使って。まあこれは浅漬けするので、まあいいでしょう。柔らかいし、あんまりね、吸いすぎても良くないっていう人もいます。じゃん、こんな感じできました。ニシン、ニシン狙い、サクラマス。では次はこれ、じゃらん、ニシン。知る人ぞ知る生ニシンです。これね、まな板の上にこのグリーンパーツ紙を置いてたら、まな板がやっぱり汚れないですよね。魚の汁が下に行かないっていう、こう水を通さない力、やっぱグリーンパーツ紙すごいっす。で開けてみます。うわ、もう柔らかい。ニシンのこの脂のったやつとか、大阪の人間なんかな、見たことないんちゃうかな、いうぐらい、まあ素人なんで、ですけど、オープンザツモラー。やばい、やばい。じゃん。これがニシンです。生のニシン。やばい。これ油とかやばそうやな。中をね、暗いんでライト入れながら見ますね。あ、こんなやつ入れてんの。じゃらん、見えるかな。油、うわ、やっぱ油がやばいぞ。これ、うわ、尻尾やばいわ。見えますかね。これやばいな。まあちょっと傷むと嫌なんで、パッとペーパーかけます。で、おお、綺麗に巻けました。これね、別に気にせんでもいいんやけどな。ちょっといっか。極力ね、やっぱりゴワゴワ感がない方が巻いた時に空気が入らないというか。こういうのも包装紙を巻く技術とかって多分すげえ役に立つんだろうなと思います。やっぱりセンスがあんまりないので、こういうね、ちょっと長細い、ちょっとね、こういうのはあのごぼうを入れる袋とかネギ袋とかなんですけど、このちょっとさっきよりちっちゃめのやつを使います。ちょっと長いんですけど、この長さは実は必要で、後で
作るときにね、あんまここ短いと空気入ってまうんですよね。まあ、きついですよ。なんかどんくさい、よいしょ、こんな感じでどうだ。よくシンクになっております。もう一個こんな感じです。